未来からの挑戦第4話終焉人間と人に分かれて何年が過ぎたのだろう。機械の体、個人を思いやる理想の社会が機械により終わりを迎える。種が尽きたのだ。同じ理想の男性ばかりで荒廃し、種の維持ができなくなる。弱い、極めて生命力のない弱い人間しか生産できなくなった。崩れる理想。人間は要塞を作り、人と別れ、理想の社会で暮らしてきた。しかしそれは虚像だったのである。何もかもが思い通りと言ったが、全ては虚像だ。機械の体、始まりはそこから。人工物で皆作ったが、最後のパーツ、頭脳ばかりはなぜか作らなかった。もう機械の方が超えていたのに。それからは省略に入る目、ゴーグルをつけた。そう、理想を映す。そして移動、理想を映す。社会、理想を映す。人物、理想を映す。そう、歩くことも移動することも、人物に会うことも、生活、自然、環境も、そう、テスラ動かしていなかったのだ。そして理想は壊れる。大量に人の国へ入ってきたのだ。言葉巧みに人を騙し、洗脳、陰謀論、学力の社会に引きずり込む。約束事はない。あったとて守る奴らでないのだ。人、人間、人、相入れぬものを支配などできない。それは人間の近くにいる動物を見ればわかる。虚勢、否認をし、人間が被害者でも殺傷するなという。尊厳が消える。人間性、コンプライアンス、ボーダレス、相入れぬものを混ぜたりしては機械しか生まない。機械でも道具までだ。それ以上は無駄、無駄、無駄。どんなに効率が良くても無駄なのだ。便利、楽、でも道具までだ。検査、判断、でも道具までだ。災害でロボットがいないのはどういうことだ。道具使って懸命に瓦礫を避け、被害者を探す。それが人間の本能である。本能で行動するが無力感で自己を責める。助けたい。情報の発達で入ってくる情報は増えた。だが何なんだ。被災地、被災者、移して、皆評論家、避難し、ボランティア。被災者はいくら便利でも使えなければ意味がない。ほとんど無力だ。こんなお粗末なことしか言えない。バカはそれを繰り返す。最後まで繰り返す。未来からの挑戦はこれで終了。だが古い小豆なので、未来からの挑戦はこれからも続く。この道は2022年、北海道北の国からコローの家を探しています。因果応報。すげえな、カフェだと。
沼まで来たんだ。もう10キロぐらいになるじゃん。ビタビタだ。あれ、何やっぱそうだじゃな、観光だじゃな。どこが車止めて王様じゃん。
旅はまだ続く。ちょっとね、君